このお味噌絡める。どうもサンデーです。今日は私がですね大好きな食材です、ナスですね。ナス料理定評がある私ですけども、で今回です、しかも至高シリーズということですね。ヤス、こいつを使ってヤス味噌ですね。ナスって味噌で炒めるのが一番うまくないですか。まあ、僕の特製のナスの味噌ダレがあるんで、シンプルにこのおナスを使ってですね、ご飯のおかずにもおつまみにもなる最高のナス料理、至高のナス味噌やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきたいと思います。まずですね、ヤスです。はい、ヤス3人、はい、そして、こちらのニンニクです。はい、もう今回はこの2つだけ、あと調味料は概要欄に書いてありますのでチェックしてみてください。超シンプルです。今回至高シリーズなんですけども、至高のナスを作る上で何が重要か。ナスってのは夏野菜です。今の時期に召し上がっていただくのが一番いいんですね。そして今の時期に一番召し上がった方がいいっていうですね、ドリンクを皆さん知ってますでしょうか。これのさ、アルチューマシも欲しいんだよね。で、レモンを絞ります。これが夏に飲みたいドリンクナンバーワン、レモンチューハイでございます。乾杯。うー、ナスが来たー。じゃあやっていきます。早速やっていきたいと思います。ナスはね、こうやって、ここ切り落として、缶むきます。ヘタむきます。はい、で僕の場合は、まあ、乱切りにしていくんですけども、乱切りする前にですね、こうね、全体的にこうなんかこう傷つけていきます。はい、僕はねこうやって切れ目を入れていくタイプです。はい、少しの、食材も無駄にしないと。全体的にねこういうしましまの、切れ目が入りましたらこんな感じですね。はい、こんな感じ、はい、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じですね。はい、回しながらね切っていくと、こんな感じの、おナスになりますので、で、次はおにんにく、これ半かけ分だけ使うんで、あれなんですけども、おろすんでね皮むくだけで結構なんでね、そしたらですね、このナスなんですけどもちょっとね下処理があります。味塩コショウ振っておきます。振るときは皮の部分に振っても水気が出ないんで、これ全部ね、このあの切った部分をね上にしてください。で、並べてください。で、ここに、お塩振っていきます。こんな感じ、全体的に、はい、塩コショウですね今回はね、はい、塩コショウね、ちょっと振っていきます。全体的に、パーッと振ってあげると、これね浸透圧で、どん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 ナスからね、これね、こうしたらちょっと揉みましょうか、はい、若干ね若干揉んでいきます。そしたらですね、このおナスから浸透圧でですね水が出てくるんですね。この水を少しお塩振って出しておいてあげると、非常にですねナスに味が染みやすくなりますので、これね絶対やってください。これはで、これで数分置きます。数分置いてから水気ちょっと抑えるんで、この間に味噌ダレ作ってきます。じゃあですね、先に味噌ダレ作ってきます。このみりんをですね小さじ2杯入れていきます。そしたらですね、お砂糖です。お砂糖も小さじ2杯入れていきます。で、お酒、そして味の素です。5振りの味の素を使っていただくと非常に美味しくなります。そしておろしにんにく、これ半分ぐらいですね。ちょっとね今回はねパンチ効かせます。一体何でも入れたい。はい、そしてですねここにお味噌大さじ1と3分の2大さじ1入れます。はい、そしたら混ぜていきましょう。はい、この味噌だれ最高に美味しいっす。はい、こんな感じですね。はい、かなりね味噌が強い、味付けになってるんですけども、これがうまいんです。じゃあ次も、そしたらこうナス、ほら水分がこかなり出てるの分かります。かなり出てますね。こいつ拭き取ります。そうするとね、おナスから水分がすっごい出る。ほら見てください、結構出てるでしょ。はい、これを拭き取っていきます。こうすることにより味が入りやすくなりますので。そしたらフライパンでの工程に行きます。はい、じゃあ炒めの工程に行きます。はい、
大きめのフライパンに、まあ、大さじ1と半分ぐらいのごま油入れます。で、温めます。茄子ですね、こいつを炒めていきます。ガーッと炒めます。はい、でまず炒めたら、でじゅわじゅわいってきたら、茄子全体にこの油絡めます。はい、皮の部分をねちょっと下にして、熱を加えてあげると非常に色が彩りがよく仕上がりますんで、これは、ね、ぜひやってください。で次は、こっちの、別の部分を焼いていくと、そして裏返して、炒めていくときにこの、唐辛子、はい、一緒に炒めます。これは好みです。僕結構入れちゃいましたけども、辛いのが苦手な方は、ここまで入れなくても大丈夫なんで、はい、そしたらね、ちょっと、まあ、中火だったんですけど、ちょっと弱めの中火にして、じっくり、火を通していきます。これ一番太いやつにさせてください。でくにゅっとしないでこうスッと入れば美味しい、そういうアイス。でまだね、まだねちょっとね、くにゅっとしてるんです。こうスッと入る、あ、これとかいいですね。全体的にこうね、一番太いところがくにゅっとこうスッと通るね、滞りがなく、貫通するようになりましたら、このナスを入れていきます。ナスじゃねえや、なんだっけ、ヤスです。ヤスを入れます。はい、で入れたらもう火はね、弱火でいいです。でこのお味噌絡める、ここマジいい匂いするんで、ちょっとこれを嗅いでください。じゃあ俺はまで持ってました。はい、じゃあもう一度やってバイバツ。今日なんか舌がどっか行っちゃったの。僕が滑舌悪くても全然料理の味には影響ないんでね。そして鷹の爪ね、パラッといきまして、イリーのゴマです。こいつをパラパラッとかければ、はい、こちらでレゴラレゴの完成です。それではできましたのでいただきたいと思います。いただきます。はい、それではいただきたいと思います。それではいただきます。おー、ナス、トロトロ、めちゃめちゃうまいっす。これはうまい。噛むとジュワッとナスの旨味が広がって、周りに絡んでるお味噌の味が最高に美味しい。サクチャンス、お疲れ様です。いただきます。うまっ。やば、うますぎる。これは酒向きだり普通に白米向きでも、もうメイン料理になってるね。メインだけ、メインだね。もういらんね、これ以外ね。ナスの魔術師リュウジ、うぇー、最強ナスの錬金術師。ありがとうございました。ということで今回の司教のヤス味噌どうでしたでしょうか。このナス味噌を食べたいなと思った方はグッドボタンお願いします。じゃあお願いします。